か未だにちょっと分かってないんだよな。一応準備しようとは思うんだけど。おいっ子昨日ママに怒られてたからね。おもちゃもなしって言われてた。来月誕生日なんですよ、一個。おもちゃなしって怒られてたから。どうなんだろう。ちょっとテンション低かったわ、昨日夜。何をしたのかはまあ分かんないけど。水道橋さん、おつたき様です。みんなおはようございます。お盆ってさ、なんか知らないけど盆小遣いとかさ、おじいちゃんおばあちゃんとかにさ、なんか買ってもらうよね。わかる？なんかあるよね。まあ一緒に行くか行かないか分かんないけど、一応準備したいと思います。今日もさ、朝ちょっとさ気持ち悪かったんだけどさ、この前よりも全然気持ち悪くはないんだけど、今日も気持ち悪くてさ、何なんだろうと思ってさ、原因は何なんだろうと思いながら朝吐き気とか調べるとさ、だいたい自律神経がやられてるとかストレスって書いてあったね。メロディさんおはようございます。よりぱいちゃんおはよう。今日もサチパウダー降り注ぎますように、みんなにも。サチパウダー朝降りかけといたら一日中サチ。危ないらしい、自律神経の乱れみたいな。自律神経とはって感じなんですけど、私の中では自律神経とはまず何ですかって思っちゃうぐらいな。かわいい、やっぱこのカラコンかわいいな。ちょっとちっちゃめだけど、このカラコンはかわいいと思う。ノイアツザコブーツ、お気に入りのリュックで、ぴょんぴょん、父さんお肩に、ペテレテレプチプチプチ、最近プチ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 シルバーの CM 見るよね。懐かしい、マジあれ。飲み物取ってこよう。日焼け止めを
ちゃんと塗って、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ビタミン C とビタミン B を飲んだから、まあ大丈夫でしょう。これで。何なんだこれ、口内炎。やだな。てちゃんおはよう。こんな絵だったらいいかな。免疫力下がってんだろうな、こんな絵だったら、ね、こんな絵ができるってことは免疫力下がってるかビタミン不足かだよね。
まるさん、つたきさん、てっちゃん、おはようございます。みんなおはよう。朝から朝早い、素晴らしい生活規則正しい生活、規則正しい生活を送ったら自律神経の乱れも治るかな。なんか肌の皮むきが治ったからめっちゃさあ嬉しいね。うまい、めっちゃ皮むけてたの。うん、綺麗。どうしようかな。サナさん、お、フォローありがとうございます。まるちゃん50カウントありがとう。うん、よし、外側へ。目標は年相応に見せないこと。おでこ綺麗、ありがとう。はい、肌きれい。ちゃんとね、保湿とかしてからメイクするとやっぱね、メイクちゃんと乗ってくれるね。大事だわ。最初、序盤が大事なんだ。序盤がスタートダッシュが大事。ほら、きれいじゃない。プチ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 シロマン、
なんだかんだなんだかんだ言われたってやりたいことやるべきさ、なんだかんだだ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 だやりたいことやるべきです。私藤井隆さんのこれなんだかんだ生で見たことある、生で聞いたことある、面白い。最初はさ、その時はなんか面白い歌歌ってんなとか思ったけどさ、最近ファーストテイクでさ、このなんだかんだ歌ってたじゃん。多分もう結構のお年の方じゃないですか。なのにあんな笑顔でさ、なんて言うんだろう、ほんとなんかピュアな精神、あの人絶対いい人だよね。あの人みたいな人見たことない。あんなに人がいい人見たことない。あんなに性格良さそうな人がいい人見たことない。本当に藤井さん、アリちゃんおはよう。本日はハリちゃんもおはようございます。みんなおはよう。プーさんが一番ありがとう。プーさんおはようございます。うん、やっぱ綺麗。
ちゃん、ハッシュタグタキちゃんズ70人目ありがとう、みんなありがとうございます。すごい、ボス、元気入れやすい、ありがとう嬉しい。やっかりして目覚めさせて、僕たちが持てる輝き、永遠に忘れないでね。ハートが燃えているなら後悔しない、もうじっとしてちゃ始まらない、こんなときめき。今日も暑いね、つかたしおはよう私、アブちゃんみたいになりたい。感じ。ちょいい感じ。いい感じ。ちょいい感じ。ちょいい感じ。お出かけですか？うん、お出かけの予定。甥っ子はどうなのか。甥っ子昨日ね、ママにバチクソ怒られてね。バチクソでもないけど、まあ、ママに怒られてね。おもちゃ買わないっていう怒られてた。本当は今日おもちゃ買いに行く予定だったんだけど。なんかね、そうめんのスライダー、そうめんスライダーみたいなのを欲しいんだって。おもちゃなのか、それはおもちゃなのか分かんないけどね、それって。
そうめんスライダーってあの流しそうめんのスライダー。絶対一瞬で飽きるよね。そうめんスライダーって絶対一瞬で飽きるよね。おいことデート、おいことデートです。そうめんスライダーなんて絶対飽きるよね。一回使って終わりなんじゃないかなって思ってる。そうめんスライダー絶対一回使ったら終わりよ。なんなら昔家にあった気するしな。でも多分もう売ったか誰かにあげたかで、なんか親が言ってた、まあ、なんか家にあった気するなと思うもん。うちも私も家で見た気するなって思うの、スライド。絶対すぐ飽きちゃうよ。わかる。本当にすぐ飽きるよね。子供ってすぐ飽きなくそんなもん。でも私も昔そうめんスライダー欲しかったな。大人でも飽きるよね。でもそうめんスライダーと何に売ってると思う。そうめんスライダーって、そうめんスライダーってどこに売ってると思う。電気屋さんなのかおもちゃ屋さんなのか難しいよね。どっちなんだろうと思って。そう一回きりなんだよね、ああいうの。本当に一回やって満足なんだって。結構高い値段するんですよね、大きなスライダーだと。電気屋さんかな。ララッパボーイちゃんこんにちは。クロミスキニトリ、めっちゃスライダーのやつだよ。回るだけじゃなくてスライダーのやつ売ってんの、ニトリに。スライダーのやつ、流しそうめん、流しそうめん機とかじゃなくてスライダーだから。滑り台ついてないとダメなんだよ、大きな。売ってんの、売ってたらいいけど。ニトリか、行ってみようかな。
昨日プラント行ったんよ、それ探しに。てか昨日も行ったんだけどね、探しにプラント行ったんだけど、プラントには売ってなかった。なんかありそうじゃん、プラントって。何でもプラント5ね。さすがにセイロンまでは行ってないけど、トイレ行ってきます。寺生まれさん、ひむろくさん、おはようございます。アピタとかイオン南とかデッキとか探した方がいいね。どうなんだろうね。あのそうめんスライダーってどこの会社が出してんの。あ、ロンちゃんおはよう。ロンちゃん久々。あ、でもこの昨日だか一昨日いたよね、私のルームにね。アイコン見かけた。おはようございます。さっ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 さと、トイザラスね。もっと大きいトイザラスあればいいね、新潟ね。ちっちゃいトイザラスしかない。
イザラスすぐそばにある。あ、そうなんや。トイザラスにそうめんスライダーって売ってます。トイザラスにそうめんスライダーって売ってます。長いそうめんのなんか滑り台が、大きい滑り台ついてるやつ。トイザラス行かないか分からん。分かんないか。そっか、ごめんごめん、ありがとう。売ってるじゃない、知らんけどね。え、売ってそう。でもね、プラントもさ、結構おもちゃ売り場あったんだけど、おもちゃ売り場いなかったんだよね。なんか家電、キッチン家電コーナーにこの回るだけの回るだけの、あの、そう、長いそうめん機ならあった。ピンポンだって、なんか届いた。なんだろう、ママがいるかな、下に。あ、チュールかな、チュールが届いたのかな、ワンちゃん。昨日なんかチュール届いてない気がする。そうめんスライダーカスタムページベーシックなら、カスタムベーシックって何、何が違うの。ニトリやドンキにあるって、そう、なんかニトリにあるってみんな言うよね。見てみよう。ミッキーさん、土さん、おはようございます。汚な牛の番組。ニトリに売ってんの、ニトリ長足。ほ、ほんとだ、ニトリに売ってるって書いてある。アマゾンか。一緒に買いに行きたいんだよね、おいっ子と。一緒に見たいのよ。はい、どうぞって。一緒に買いに行って、一緒に選んでみたいなのがしたいんだけど。楽なんだけどね、ほんと Amazon でぼちっちゃえば。本当にそう。本人の気が変わるかもしんないし、長いそうめんじゃなくてトイザラスとか行ったらね。見つけ者さん、おはようございます。
一番でっかいのってどんぐらいなんだろう。しゃあ。他のが欲しくなるよね、絶対。私もそうだよ、絶対他の欲しくなると思うね。え、私もそう思います。私でもそうだもん。マスカラだけ。目の形合ってなさすぎてマジか。あわちトイザラスのネットで買うと7700円がない、なんと4980円。マジ？なんでそんな違うの？安っ。流しそうめん機って7000円もするの？定価。はい、完成メイク。
フェジちゃん、ホイ様とご助感とありがとう。皆さん、星のアイコンとゲットポイントをあざます。すごいね、ピンキリなんやな、かわいそうね。きっそうめんトレネードスライダー、最長全長3メートル、トイザラスか、タカラトミーアーツ、ビッグストリーム、そうめんスライダーカスタムベーシック、トイストーリーもあるんだ。ファール金属、流しそうめん機、スライダー付き、わすごい、いろんな形にできるんだ。4000、アマゾンでは4270円。これいいね、推理ちゃんと流れるのかな。竹も売ってるみたい。全長3メートルって書いてあったよ。クルネクさん、こんばんは。タカラトミー、アーツ、ビッグストリーム、ソーメンスライダー、ギャラクシー。八の字なんだ。無限に流れる八の字。ソーメン、ビッグストリーム、ソーメンスライダー、エクストラネオ。19,820円。そんな高いの？え、かわいいドラえもん。でかいね。家族みんなでやるってなったらそれぐらいいるんかな。最長3メートル。どうだろう。おめでとう。でかすぎる？いらんかな。かわいいけどね。3メートル。さすがに片付けるのがだるそう。そうめんスライダーってめんどくさそう。いちいち分解しないといけないんじゃないの、そうめんスライダーって。組み立てて分解してっていうのがちょっとあるそう。なんで欲しくなったんだろうね、そうめんスライダーが。まあ YouTube だと思う。 YouTube 見てたんだと思う。ぜやということで準備が終わった。ドラマ見た？何のドラマ？何のドラマだ。早く片付けせ、あ、用意せと片付けやだよね。それがちょっと親とかこっちからしてみれば大変する。 YouTube だと思うんだけどね。
では皆さん、この枠も終了したいと思います。次第カウントゲットポイントご協力ありがとうございました。朝からの配信皆さんありがとうございます。また明日の配信でお会いしましょう。誕生日していきます。13位タッキーさんありがとうございます。12位諸事情ちゃんありがとうございます。11位まさとんちゃんありがとうございます。11位たったろちゃんありがとうございます。9位ひさちゃんありがとうございます。ストロピカルキラちゃんありがとうございます。名前がすごい。7位いちたちゃんありがとうございます。6位てっちゃんありがとうございます。5位つかとしありがとうございます。4位すのすのさんありがとうございます。3位が箱石ありがとうございます。2位たくちゃんありがとうございます。そして1位がどこどこどこじゃーん、じゅんぼうさんありがとうございます。次の配信がショールームではなくマシェバラですね。マシェバラ配信が9時夜の9時からありますので、そちらの方応援よろしくお願いします。真夏のシンデレラでそうめん食べてた。あ、そういうこと。真夏のシンデレラ私は見てないんだけど、妹見てんのかな。妹がね見てたらワンチャンそれはありえるかもしれない。では皆さん、この枠もありがとうございました。朝からたくさんの応援ありがとうございました。また自枠、自枠じゃない、夜は、マシャバラでお会いしましょう。おつたき様ありがとう。ちょっと待ってね、アイラインつけ足したい。アイライン、お疲れ様。おつたき様のつたき様、おやすみ。おやすみじゃない、今日も元気に水分補給とっていきましょう。おつたき様でした。ではおやすみじゃない、また明日。ショールームはまた明日です。よろしくお願いします。おやすみ。